みなさんこんにちは。松田むちみ高校吹奏楽部です。本日 MC を務めさせていただく39期フルートパート、野球観戦大好き佐藤美里。同じく39期トランペットパート、チーズ大好き衣笠真奈です。よろしくお願いします。ただいまお送りしました曲はジョイフルでした。次にお送りします曲はキラキラのスターラベレーションと、テレビアニメ獣フレンズのオープニングテーマ、ようこそジャパリパークへです。スターラベレーションは不器用だけどエネルギッシュに頑張る親父女子を描いたドラマ、ラストシンデレラの主題歌になりました。ドラマを見てこの曲を知っているという方も多いのではないでしょうか。手拍子を交えてお聴きください。ようこそジャパリパークへは、冒頭にはホルンのソリ、中間部にはアルトサックスやピッコロのソロがあり、またパーカッションがリズミカルに演奏し曲を盛り上げます。元気いっぱいの曲なので楽しんでお聴きください。それでは2曲続けてどうぞ。Thank you.
次にお送りします曲はアニマのやってみようと欅坂46の不協和音です。やってみようは日本では、お顔越え行こうよ口笛吹きつつの歌詞で有名な楽曲です。 au のサントローシリーズにも使用されています。中間部には大声のソロがあり、聞きなじみのあるメロディーです。ビートの効いたロック調にアレンジされていて、疾走感あふれるかっこいいサウンドをお楽しみください。不協和音は2017年の大晦日に放送された紅白歌合戦では、司会の内村さんとのコラボをし話題を呼びました。激しくダークなイメージを出し、セリフなども入った原曲に近いアレンジになっています。それでは2曲続けてどうぞ。
お送りします曲は桜桜ブラスロックです。日本の伝統の時伝統の歌桜桜を吹奏楽でロックにした曲です。聴いて楽しく海外でも日本を象徴する曲の一つとして認知されているので外国人のお客さんにも喜ばれます。テナーサックスにソロがあり、またボンゴとドラムで掛け合いがあり、楽しく盛り上がる曲となっています。それではどうぞ。
いよいよ最後の曲となりました。最後にお送りしますのは睦弥高校伝統のダンシングメガヒッツです。見どころはノリノリのダンス、キラキラの笑顔、目でも耳でも楽しめる曲となっています。さまざまな楽器のソロにもご注目してお聴きください。この曲は今もなお世界中で愛されているダンスミュージックの中から、サンシャインデイ、トベサンピング、サンバデジャネイロ、シャラララララの4曲を組み込んだメドレーとなっています。サンバ調の軽快なリズムで聴いている人も思わず踊り出したくなるようなノリノリな曲となっています。
以上で終わります。